ませんいつもぼっちの小島かりんです。今日はぼっちじゃありません。やっぱあでもやっぱ M が2人いるだけで、うん、あの元気だったね。楽屋騒がしかった。 M の雰囲気やった。確かに。えでも MC もなんか夜 M っぽかったよね。あ本当？あ気のせいかも。こんばんは。こんばんは。もうなんか2回公演とかすると、うん、目の中にあの汗のファンデーションが入ってなんかあのモクモクしてるわ、うん、目の中が。うん。だっけ。今日暑かったよね。めっちゃ暑かった。なんかやっぱ雨だったので珍しい湿気、うん、なんか密度がみたいなのが言ってました。それ言われて納得した。湿度やろ。あ湿度密度やって密度やってまさか2人がゲストだと思わなかったらって、うん、ん確かに。まあそうだよね、うん、ユニットしたことないんですよあんまり、うん、5回ぐらいやな。5回ぐらいだよね、うん、B2 で5回ぶりちゃう。うん5回ぶり。同じような赤の衣装から。そうジャケットが追加されました。ちょっと大人になった。そうなんだよ。花粉どんな感じって来てるけど花粉症治ったからさ。治るとかあんの？ないよ絶対。いきなり花粉症なって治った。花粉症治るとかないよ。治ったもう。気持ちの問題みたいな感じだね。それはめちゃめちゃ高いやつじゃない、うん、いいとこのかき切り。うんおいしい。うまっおいしい。ねえ、なんかちょっと花粉症治ったよ。だってどうしようやるわ、うん、いたわ。チョコ食べ出したら止まらん。そうレイちゃんとは結構ポジション的に絡みの多いポジションで、そうそう一番多分、うん、はるちゃんポジがね結構多いんですよ、うん、そうなんです。そうそうそう、うん、いい公演やな。ねえ違った良さだよね本当に、うん、全然違うよね、うん、きっと。うん、三味線弾いてた、うん、あの指摘はおもろかったな、うん、あの風話のおかげで面白かったわ。なんか、うん、三味線やったこれ三味線なんやの。あの大きいのをね、うん、大きいのじゃん三味線って。なんか、うん、こういうこの親指で弾いてんのか。ポンポン。あそういうことか。違う、なんかさ板みたいなね薄い確か、うん、多分ポロロロ。あ、もっといいのか。なんかこういう板をこうやってるイメージ、うん、これ何なんこれカメラさっきさ、うん、ファンの方のあの、うん、公演のやつ見てたらさ、うん、あのどこの手のシーンかわかんないけど、あの私の手だけ映ってた今日今日あれですね、結構ずっと長いことお世話になってるスタッフさんが多かったね、うん、今日あの DMM さん、うんうんうん、から多分ノリのいい方々でした、うんうん、あの YNN とかもいつもやってくれてる方々で、うんうん、おなじみのってな。あ、ありがとう。ちょっと待って。うん、でもなんかレイちゃんがいて、うん、なんか違和感なかった。そうやろ、うん、全然なかった。どこでも誰とでも馴染める女やから。すげえなそれ、うん、すごいわ。どこでも馴染めて誰とでもそれなりに仲良くなれるから、うん、すごいな。でもそれ以上はでも時間かかるくない。うん、でも誰とでも話は合わせられるで。あ、聞いてるようで聞いてないから。確かに。かりんとれいちゃんでも B2 になる前全然喋らなかったよな。うん、でもなんか2年半ぐらい仲良くなかったけど、ね、でもな研究生公演とか見てたら、うん、なんかいじってたな。そういじってんねん。確かに。だからのまあまあまあ記憶にないけど。確かに。でもプライベートで遊ぶことなかったんだ。そうだね、いる時間が増えたんだよね、うん、なんかしおりんか誰かにちょっと小島と2人は気まずくてって話した覚えあるそれが今じゃ
うん、うん、はい。でも私はこれよくお母さんに言われるんだけど、うん、最初、うん、多分あの子と仲良くなると思うみたいなさ、うん、あるじゃん、うんうん、なんかイメージ、うん、それと、うん、全然違う子と仲良くなる結末が多いの。あ、そうなん。だから多分レイちゃんの名前も多分その時上がってなかったと思う。だけど最終的にも今レイちゃんとしおりちゃんとしかいないから、うん、確かにと思って。珍しいよな、あのお姉ちゃんの人ってさ、お姉ちゃん同士で仲良くなるけど。そうなの。だから珍しいんじゃない。へえ。どっちも末っ子やん。ケイチさんもお姉ちゃん同士で仲いい。仲いい。あ、そうなんだ。えなさん浮気者きたー。浮気者この人たちはもうすぐ邪魔しに来るんです、配信を。ちょっとしに来ました。あ、今日ぼっちじゃなかったから、同期の方がいるからって。そう、楽しそうにして今もレイさんと配信したいの。確かに。えミュウミュウじゃあ違う、カリンさんとレイさんとってことです。ミュウミュウさっき、うん、あの何ですか、何だっけ、なんか注意されてたやんか。何の。あ、宇宙人。宇宙人の時この、はい、この映画みたいになって、はい、あ、ありがとうございます。やってないです。やってないです。やばい。やばいです。いやでもみーは基本こうだもんな。そう、こう確かに。下にこうやって下ろす。確かに確かに。え、でもね、意外としおりちゃんとかもなんだよ。あ、確かに。意外でしょ、はい、しおりちゃんの。しおりはそれにお尻が追加されてる。そう。え、ずっとゴリラみたいなお尻してるんだよ、ポリって。めっちゃぶりっこじゃないですか。プライベートでも基本。あ、はい。映ってないです、何一つ。本当だ。座る、大丈夫。今、座り、うん、はい、ありがとうございます。あ、うん、やったー。今日は騒がしいわ、今日も。何、いつも何後輩と一緒にしてんの。うん、だから、ゆうめいさんとルーカさんがいなかったら、いつも一人で配信してる。あ、かわいそう、かわいそうですよね。なら、二人が。かわいそう、かわいそう、二人が。めっちゃ同じ。そう言ったらめちゃくちゃ寂しいやつじゃん。あとちょっとしたら卒業式があるんです。中学校の、違う、何歳やろ。え、中学生だと思ってな。逆によく見えたな、これで。そうでしょ。逆に結構何回も今何年生とか何年生って聞かれて、上にしか高校生です、高2ですとかって何回も言いましたよ、レイさん。上の見られることの方が多いんじゃん。はい、19歳に見えるって言われる。うん、だからいつも、ね、あの学年聞いた時びっくりして、ずっと中学生。だから追いついてきたんだ、年齢に。確かに、ね、なるほど、うん、どういうことですか。最初入ってきた時何歳だった。15、6です。あ、中3とかってこと。それが中学生だった。中3、高1になるってことだ。あ、うん、だからだ、はい、びっくりしてたんだ。そうなんや、止まってんね。卒業か、すごいな、おめでとう。できそう、卒業できます。よかった、はい、うん。何の話してたんですか。何してた。え、何やってんの。仲良くなかったって話。あ、そうなんですか。知らんこと。そう、最初はあんまり一緒にいなかったね、うん、みたいな。で、チーム一緒になってからいるようになったねって。そう、 B2 で。え、でもチーム一緒の方がよくいるくない。そんなことない。そうですね、ふわとも仲悪かったです。そんなことないそんなことないですよ。そんなことないそうそう、やっぱチームって大きいです。全然合わなくて、れいちゃんと。そうなんですよ、そう、まあ、チーム違うから。あの、1月なんて末に初めて会った。そう、あ、今日めーって感じ。そう、コロナなって、年末コロナなって、年明けコロナなって、ほんでそのままずっと会わなくて、1月末にやっと会った、1ヶ月ぶりとかでね。喧嘩してるじゃないですか。喧嘩長期の喧嘩見てこの、うん、何、パーチョンどんどんしぼくなって。本当だ、本当だどんどんちっちゃくなっていく、カリンの方が。カリンちっちゃい、もう全部一番ダメな角度から配信してるから、一番人間の顔がブサイクに見える角度。ミュウ怒るから、そういうの。あ、ちゃんとこうじゃなきゃな、はい、だから手持ちなんですよ、ね。いつもアップだもんね、基本。そうなんです、やっぱアップの方が喜ぶんで。あー、はい、やっぱもうちゃんと大違いだよ、大違いだよ。え、
でもレイさんこの間もっちゃんと泊まりしてたじゃないですか。あ、泊まってないですよ。泊まったんですか。もっちゃん家には、え、私はレイさんが泊まったんです。朝帰ったけど、はい、もっちゃんはなんか泊まりに来てた。なんか泊まりに来てた。なんか泊まりに来てた。どうでした、どうでした、もっちゃん。もっちゃん、あの JK やったで。イエーイずっとやってた。アテンション高い。何にも触られなかったですか。あ、触られへんかったな。猫かぶってますね。あ、そうなんですか。やばいです。やばいです。でも3時ぐらいにみんなで牛丼食べに行った。すごいな。元気だ。ニートみたいなことしてるじゃないですか。もういいだろ、眠くてもう 寝かけてたのに、もっちゃんがなんで寝てるんですか。もっちゃん何歳。もっちゃんほらの1個上で19か、第1の年です。もっちゃんも若く見えるもんな、うん、いいだろ、いいだと大丈夫、なんか悲鳴が聞こえてきたんだけどなんか中の未来の何、いいだが残した豚汁と、あとゆずが残した牛丼を残りを自分の完食した後に食べてた。すごっ。そんなんか違うな、いつもと。すごいな。むっちゃんよく食べんだ。3時にそんなこと言われたことないです、私。寝てます、一応に。あれもうテンション高くなっちゃったんじゃん。全然違う。そうなんよ。めっちゃ元気やってる。でも、あの最初、ヨギ棒で、ね、寝るつもりやったんやけど、うん、むっちゃんが。あのもっちゃん寝れんのって聞いたら寝れないんですって言って、うん、だからあのベッドで寝かしてあげたら、うん、5秒で寝てた。赤ちゃんみたいな、一瞬で、ね、静かになって、うん、え、寝れたって寝るときは一番に早いんだ。寝れたおもろ、ベッドやったら5秒で寝る場所で変わる。仲いいですね。その先輩とお泊まりN の先輩でやったことないです。確かに、うん、やった、行こう行こう行こう、ふわリーさんの家やばいやばいもう行ってうるさいです、遅いです。リライさん、リライさん、じゃあまずふわのところから。なんなんそのマスク、クリオンしんちゃんです。未来さんのニット、うん、これちょっとカリンさんの、ね、とか言ってるの似てるじゃないですか。似てる、今日着てるのと。ケンタッキーって書いてある。ケンタッキー。違いますよ、カリンさんの。何の何のなんか奈良で見つけたんですよ、でケンって書いてるわ思って買ったんですよ。ほんならケンタッキー。よく見たらケンタッキーって書いてある。カリンさんのところ、こんばんは。カリンさんのところも。こんばんは。ケンタッキーフライドチキンの略ですよ。ほら、未来はなんか卒業発表してからの方が面白いです。そうなんです。未来卒業発表してから、もう M で受けまくって受けまくって。やばいね。やばいですよ、めっちゃ受けてますよね。 M ではあのみんなファンの人もみんなで無視やで。だからスルーという手を。そうだから N であんなに未来が喋る時に拍手起きるのすごい。だからよく出てくれるのか、気分がいいから。そういうことだったのか。未来とゆいのは基本、うん、ファンの人も含めてみんなで無視、うん、受けてますってマジで。いや、この間あのチーム N の公演の時にダンのあの選抜発表があったの、うんうんうん、ほんでその時にあのゆいなも出演してもらって、うんうん、ほんならあのゆいなが出てきた時に半笑い、もうやばっていうの、ちゃんとユイナが出てくるだけで笑いが起きるの、すごくないそれって。なんかもう伝染してるんだと思って、そうユイナの笑いが、そうそうそう、でユイナがうれしくて泣き始めた時も笑いが起きて、すごくない。何の時、その初選抜おめでとうって感想聞いてた時に、あのあれユイナ出てたん、そうユイナ最後だけ出てもらったの、あ出てもらって、そう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 、そう、めっちゃおもろい。そう、登場、本人登場で登場して、おお、やっぱでもその登場の時はおおだったかもしれない。でもその泣き始めたりとか、やっぱユイナの何かの動作にやっぱ笑いが起きるっていう、これはすごいキャラクターだなってちょっと感心しちゃった。大丈夫ですか、いいキャラ。大丈夫大丈夫、なんか来たらやばい。でもすごい語ってらっしゃったじゃないですか、カリンさんとのユニバを。そうです。もう一人でランキングアップし始めたな。みんなのとこに邪魔しようと思って。あ、ほんとだ、15分経った。さっき5分ぐらいずっと、あのイーダが何も喋らんくてもずっとカリンちゃんとユイマの思い出話何があるの、そんなに思い出話、ね、ずっと喋っていいですか、5分ずっと喋ってて、ね、あ、レイさんのことも言ってましたよ、あ、何やってたんだ、
ます。ちょっとレイさんのこと忘れちゃいました。何か言ったっけ。言ってましたよ、思い出しました。あのホラーナイトで、あなんか、いやそう、レイちゃんはユニバに行った時に、私乗り物乗れないんですよ、ジェットコースターとか絶叫系が。でまあ、乗らせてくるんですよ。でとかホラーナイトとかのアクションとか、アクションホラーナイトのなんかやつとかも行く行く言うから行くんですよ。自分が行きたいって言うからね。でも行ったら私よりビビるんですよ。これやめてほしい。でも結局ビビらへんし、違う違う、お父さんも楽しんでるから。違うの、これみんなね、経験ある人いるかもしれない。私も怖いんだけど、自分よりビビってる人見たらね。でも結局楽しいやろ。楽しいとかないの。え、もうずっとだから楽しんでるやんか。怒ってる怒ってる。ジェットコースターとかもどっちよりもビビるから。誰よりもじゃないですか。どっちよりも、どっちよりもって何なんですかね。そんな日本があるんですかね。誰よりもビビるから。乗れるんですか。ミラめっちゃ乗れる。でも一回も乗らなかった。え苦手ですか。苦手。苦手です。あ苦手。行こう、行きましょう。行こう。何すんの行って。何してるんやろ。あご飯とか楽しい。やっぱそうだよね。TikTok 撮ってました、この子。あ撮らされてました。はいはいはい。楽しみ方それぞれだから。でも年パスいつでも10月までまで有効なんで。あでもカリさん明日切れるからさ。明日切れるの。あ同じぐらいの切れるの、うん、明日だからレイさんも明日切れる。めっちゃおもろい。なんで把握してるんですか。めっちゃ嘘ついてるあの人。まだ2回ぐらいしか言ってない。未来は4月頭、うん、4月、ま、3月末までです。あじゃあ4月末の後に行こうか。やったー。年パス買うんで私。もう一回買うんで。未来とでも行く時にやめてほしいなと思うことが今回見つかって、うん、あの行く前にあのちょっと前に電車で合流したの、はい、の行く前のその時からスヌーピーのでかい帽子かぶって。うわそれちょっと嫌かもしれない。嫌でしょ、はい、電車の中であの大きいやつね。ほんでカチューシャとかまだ分かる分かる分かる。でももう、うん、もうかぶって、ほんでかぶったらな耳がちょっと聞こえにくくなるのってこうかぶってるから、だから喋るトーンがでかいのいつも。だからなんかですよねとかもうやめてって。あの一つ言っていいですか。私はスヌーピーカリーさんが好きやと思ってわざわざスヌーピーのやつを持ってきてカリーさん喜ぶかなと思ってスヌーピーずっとかぶってたのに。ダメなんですか。いやその気持ちは嬉しいけど早いのよ、かぶるのが早いでしょ。パークの中についてからでも楽しいんです。もうユニバー気分なんですもん。帰り道もな、はい、ギリギリまで名付けたもん。つけてましたっけ。つけてました。昨日もつけてた。昨日はあの劇場までつけてた。昨日あのハーサーと行って、あ、なるほど。スヌーピー の帽子でした、ね。帽子の方だったんだけど、でもこれついてんだよ。これやめてほしいですね。おもろ。やっぱ変更なんですよね。なんで？変更なんですよ。変更？変な方です。変更ぐらい言うよ。本当よ。みんなさん奈良じゃないんですか？奈良は変更って言います。奈良じゃないです。すみません。全員違うんじゃん、あんまり、うん、ね、全員違う。兵庫、滋賀、埼玉、田舎とかないの。田舎は田舎よ。田舎多い。にゃら。うわすごいバラバラ。誰一人大阪おらへん。すごい。よう成り立ってんなこのグループ。だいぶ増えてね、でも他の県の子たちが。うん、そうやな。そうですね。県立て。変だで。変更。でも変更って久々に聞いたとか言ってるから。仲間なら。仲間なら。仲間ならならですよね。本当。ならじゃないんじゃないかな。なんか明先生が奈良出身の人は変なやつが多いみたいなこと言ってます。代表だ。違う、みゆきさんがいる。あ、みゆきさんか。みゆきさんと。ゆいなと。あ、みゆきほのかちゃん。おわじゃあ生き物もこういう道に進んでいくかもかしれません。あとなんか誰か言ってました。なんかミルキーさんとかって言ってました。奈良のなんかメンバーだけで YNN とかやってみてほしい。確かに成り立たないですよ絶対。プラスあの子のが足切りです。じゃあみんな暴走大変さん。だいぶ力使いそうだね。頭使いそう。奈良24時間えぐい。きつい。
きつい大変だ。でももう本当にあのみいきさんと近重さんは24時間か面白そうじゃない。面白そう。なんかみいきさんとかもやっぱ謎めいてるから、うん、まあ一日何してるんだろうとか。確かに。近重さんもずっとこう独り言とか言ってるから本当にどこまで言ってんのかなとか、うん、これやりたいんです。いつかみいきさんってずっと言ってる。なんかこの前公演し、うん、公演出た時に、うん、袖でなんか急に喋りかけてきたんですよ、うんうん、はけた瞬間に、うん、なんやと思って。まだアンコールあるんですよ、うん、アンコールあるのにグリーンフラッシュは喋りかけてきて、うん、もうめっちゃびっくりしたんですよ、うん、袖やったんで、うん、そしたらなんかミライちゃんが振り向くタイミング間違えたらミキも間違えちゃったってかわいいかわいい報告じゃん。お知らせ、お知らせ。そうなんですね。だってでも着替えなくちゃいけないですからあ早替えの時ね。早替えだったんで。お茶目、これこそお茶目エピソードだね、うん、めっちゃ間違えてました見たらめっちゃ間違えてました。未来はちょっと1秒ぐらい振り向くタイミング間違えて向いたんですよ。ああ、それに惑わされたんだ。惑わされたうめんですよ。あ面白い。ミキさん最後なんで簡単なんですけど最後振り向くやつなんで。じゃあそろそろ終わりますか。はい、終わるんですか。終わります。ありがとうございます。見てくれて変な角度だったのに。え、かわいい。ランキングアップをしますね。やってください。13位かっちゃん。ありがとう。12位ともすけ。11位ゆずきちゃん。10位ことはちゃん。9位ちなっちゃん。8位わりゅうさん。7位みずき。お、みずきんぐ。ありがとう。6位ゆうかちゃん。5位なつさん。4位ジュニアさん。3位野原しんのすけのすけさん。2位みほちゃん。1位りょうたろくん。ありがとう。8位野原しんのすけ。ありがとうございました。思い出の写真。ありがとうございます。本当に。楽しかった。5位 KW さん。ありがとうございます。ありがとうございます。4位ライフさん。また。あ、バイバイ。何ですかこれ。合言葉ですか。内緒の共有言っていいんで。ホノピーも奈良だって。奈良ですか。ホノピー。9期生のホノピーめっちゃ面白いの。あのダジャレの子。あ、え、この子ですか。やっぱ奈良の子は面白い。面白い子って言うとちょっとあれだけど。カリンさん面白いな。じゃあまた。ありがとうございました。バイバーイ。